ヤッホー、京介、こんにちは、おはよう、こんばんは。昨日、おとといと大阪ベイサイド、をしっかり満喫してきた。まず一曲歌うね。それからじゃあ歌います。大阪はまでやね。虹町の日を二人見ていた。桟橋に止めた車に持たれて、泣いたらあかん、泣いたら切なきなるだけ。ホームタイム大阪ベイブリース。俺のこと好きかあんた聞くけど、ホームタイム、そんなことでわからんようになったのき。大阪の海は悲しい色やね。さよならをみんなここに捨てに来るから。夢しかないよだ、男やけれど、一度だってあんた憎めなかった。逃げたらあかん、逃げたら唇噛んだけど、ホームタイム大阪ベイブリース。体いくつもこの街流れ、今夜夢のかけら、みんな死に流されていく。ホームタイム大阪ベイブリース。今日で二人は終わりやけれど、ホームタイムあんた赤色、たった一つの精神にあがった。ホームタイム大阪ベイブリース。今日で二人は終わりやけれど、アホみたいあんたあたりの、たった一つの精神やけ。ホームタイム大阪ベイブリース。おしまいです。さようなら。
くれてないんだから、パッ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 、あれなかなか、おお、いけたいけた、パッパッパッパラ、ちゃう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 、えい、あれえい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 、よし、大阪湾の夕日やな、一人ここで俺が、悲しい色やね、夕日やからな、綺麗な、でもな、大阪湾へで朝は朝日を見て、夕方は夕焼け、本当に夕焼けな、夕方が焼けると感じ、これは部屋から見れる、今ずっとね、大阪近辺で部屋から見れる美しい夕日、これがちょっと今こってんね、朝日は反対側で見てみたいな、なかなかちょっと大阪も瀬戸もんじゃないなみたいな、ここ家から20分で行けるんやからね、だから交通費とかどうこう考えたら、でも全くほら、みんながこの間ほら、先週も俺ら行く予定がキャンセルしたやんか、これはもうこんだけオミクロンがどうこうなったらみたいなでキャンセルになって、俺がなんとかなれへんのとか言うて、そしたら逆にキャンセルが相次いでる、待て待てみたいな、大阪はもうほとんどみんなキャンセルやみたいになって、それでベイサイドで、もうここもみんな客がおれへんかったら、レストランも休憩で、あのお休みする予定やったんやけど、予約を入れた、ただしほら宿泊客でなかったらあかんからな、2日間俺らずっと貸し切りやで、サフが大勢寄ってさ、なんか申し訳のうて、なんかすごいリッチな気分だったけど、まあこんなんてめったにないやろな、多分100人200人入れるぐらいなレストランやで、はあ、なんかすごい贅沢やったなみたいな、まあそういうこう精神が、今日はさ、俺昨日もう何も決めてへんかったけどさ、ブーワー考えたら全てで39目9項目あんね、どれくらいやっていってんか分かれんねん、まずな、木の一端がこの舞島や、これ見えるかな、ちょっと絵悪いけど、ほんでこれが東や、これが西、例のタワーがこことこにあるね、これゴミ処理場やで、これ汚水処理場やでな、これそれのんの東側、これ西側、西側、東側、西側やな、だから大阪港湾から北南東、東側って言ったら、この間ここ焼けたやんか、あの日立の倉庫が19歳のやつが燃やしてみたいな、後で見せるわ、目の前で見てきたからさ、すごいなぁ思って、すごい焼けてたもん、悪いことするやつおるわなみたいな、ほんでこの辺にこうロッジがあって、でこうここのこっからこう朝日を撮ったり、こっから夕日を撮ったり、朝日はあ、こっちに見えるのかな、で夕日は、朝日はこっちに見えるのかな、こっち側があのユニバーサルとかがあるわみたいな、でこの舞島いうんと、今度夢島いうんと、先島っていうのはもうあの ATC とか、あといろんなのがあって、もう今ほら盛んにあるところや、あの大阪府 の, あの大阪市から府庁もあこの中に入ってるわみたいな、 ATC タワーみたいな、まあ適当にやっていこうな、別に考えてへんかったからさ、で大阪のなシンボルってわかるか、木といえばイチョウやね、わかるかな、イチョウ、ほらイチョウのマークやんか、でも花といえばこれイチョウやん、花といえばこれ桜草やね、鳥といえばモズやね、これまた不思議やね、見といてな、知ってるか、桜草ってわからへん、花びらが桜みたいやね、
まあその辺要はあの花屋さんにも売ってるわ。じゃあ見せよう。えい、ほら桜みたいになったね。これ桜草っていう、これ大阪の花やね。はい、これでほら百の下の鳥とか言ってモズやね。え、どれひらがなおつねみたいな、中モズとか、どれがモズやねみたいな、面白いと思えんか。モズ百、百が下ある、百も下ある鳥やねんって。モズかわいいなみたいな。俺そういえばこれ見たもん。ちょっ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 と言っとったわな。とりあえず大阪、木は大阪の木といえば一応花といえば桜じゃないで、桜草。大阪の鳥といえばモズ。いや、ちょっとでも覚えられたらな。でこの桜草と梅もそうやからな。梅も天神さんに梅があるやんか。はい、で、まあ、適当にやっていくわな。これ楽しいな。これな、あの舞島公園の中に公園があんねんか。その中にこういう、これ見るかな、こうブースがあんねん。これをちょっと俺が宇宙に立つ俺みたいな感じで撮ってね。これ宇宙ステーション、俺ちょっと修理しようかなみたいな。これもっとちっちゃい人見えんからと、でも分かるかな、宇宙の中にいる俺みたいな感じでちょっと撮ってみて、これまた何かに使えるかなみたいな。面白いと思えんか。写真で遊んでんね。でこれ、ああ見て、順番からいこうか。これ待て、あ、これでいくわ。はい、まず見えてな。はい、お説明。これはゴミ処理センターじゃないですよ。ゴミ処理センターは見てください。あ、これ逆から言います。前がゴミ処理センター。はいはい、ゴミ処理。ここはスラッジセンターです。スラッジはいいよ、自分で調べましょう。これはね、大阪人でも知らないっていうことは、全国ではあんまりこれを知らない。で、オーストラリアの有名なデザイナーが設計した。オーストラリアちゃうからね、オーストラリア。ほとんどはゴミ処理場が主人公。ね、ここはね、塔は後ろにあるんだけど、これ見てみ、結構かわいいでしょ。ほら、パンパパパパパパパンパパ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 パ見てこれ、おお、すげえね、見てこれ、これ全部ずっとこんなおしゃれやで、ね、いいね、ほら、うわ、上見てや、すげえ、おお、太陽も、いいね、はあ、今日の朝はね、太陽さん寝坊してたけどね、その分、お月さんが頑張ってた、おお、いいね、ここは、向こうは見学できんねんけど、ここは見学できんのかな。ちょっとチェックね、しばらくバイバイ。どうや、新企画や。ちょっとな、俺がもうな、俺今あれオーストラリアちゃうかな、オーストリアやからな、もう適当にバーって呼んだだけやから、多分ね、こういうのもあるけどさ、費用が609億、けど660億言うだけどさ、609億で、本当は609億ちゃうね。これにあの都市観光局が8000億出してて1409億やね、2つでな。まあ、まあ、細かいと別にどうでもいいわ。これ面白いからちょっとこのシリーズやってみようか。ちょっとね、このシリーズないな、ないな、よし、このシリーズ、このシリーズ見てもらうのが早いな。これ待ってもらう、よし、これからいこうか。えいっ、バン、あ、じゃあこれ、これあかん、これこれあかんねん、先にこっち見せなきゃね。これな、これがスラッジ、たぶん今のこれがお水処理場やる。こっちがゴミ焼却、ゴミ焼却、こっちの方が人気やねん、みんなこっちやねん。
こっちほとんど行けへんねん。どっちも120メートルあんねんけどな。それさっき言うとこはな。ちょっと待ってくれよ。もうどれ取ったかあれへんねん。待ってくれよ。俺ももっと取った。あれ？もうなかったかな。あれれれれれ。動画のとこ見たらええんかな。ちゃうかな。分かれへんわ。あ、ほらほら、これ、ほら。これで行こう。これで、あれ？よし、これや。これ。じゃんじゃん、ストップ、スタート。ただいま。大阪の名物、遊園地に来ています。テーマパーク。予約せんとダメなんですよ。はい、今ゆっくりゆっくり。金の玉ちゃんがいっぱいありますね。見ますか？はい。どこどんどこ。わあ、見えるかなこれね。わお、かっこいいね。待ってよ。わおわおわお。これがなんと。日本の旗が見えますか。そしてほら見上げてごらんなさい。ほら何が見えますか。身を尽くしてもらわんとどう思う。よっこいです。大阪のシンボルマークすごいですね。で、どんなこの中は何がおるんかなと思うよね。すごい。わお、なんだこの建物。すげえ。すげえよな。ねえ、お子ちゃんは見たくなるよね。これね、むっちゃ60億円ぐらいかかってるんよ。すごいでしょ。で、これはね、オーストラリアの有名なね、オーストラリアデザイナーにね、頼んだの。でもね、その費用が6600万ぐらいかな。6900プラス1000。大阪市民からね、反応が出てる。かっこいいよね。もうちょっとね、じゃあこれ見えんけど、まあとりあえずゆっくり。かっこいいよね。うわー、見てよ、ちょっとほら、かっこいいよね。どう見たってテーマパークよね。すごいすごい。これがね、見えるかな、この宇宙みたいな宇宙ステーションみたいな建物。わお、よし。これは逆光になってるから全く見えんの。わお、よし、待ってよ。これで見えるか。よし、ほら、向かい側にももう一個あるんですよ。これ2つで1つなんですよ。はい、今日はここまで。じゃあね、バイバイ。ちらっと見ただけで言うてるから解説をそばだけや。まず大阪市かな、大阪市が609億出して、都市観光局が800億出してから総額で1409億円。この2つで1409億円で、あのデザイナーに6600万払ってんねん。わかるかな。まあそんなどうでもええわ。別にな、こうそんな応援とかにでもええねんけどさ。あ、これどれや。まずこうちょっとこれ面白いから見ていくが、これもこれはどれや。こっちか。おい、見よう。なんかわからんけどダブってるかもしれんよな。これ竹や。スラッジセンター。これ縦で撮ってたら最初やでしょ。なかなか粋だね。おー、ちょっとおー、いいね。太陽が眩しい。逆光で見えないよ。おー、かっこいいね。でもほとんどはもう一個の塔がメインで、こっちの塔は
あまりみんなが注目されない。だから楽しい。ここの名を大阪市。あ、これ横で撮る中で、ね、ごめんね、はい、もう一回。アホ丸でしたな。ええな、別にもう失敗しまくってもいいから、これ一つ二つ。次これか、これやな、取り直したやつで、はい。パン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 、この塔は二つあるが、こっちもう一個の方に注目されて、あまり注目はない。これは、はい、かっこいいね、後ろに太陽線しながら、大阪市舞島スラッジセンター。これを今からちょっと案内するね。あんまりみんなはこれは知らない。みんなはゴミ処理場はしてても、こちらは知らない。わお、向こうよりは地味かもしれへんけど、なかなかみんなが知らないから、もうしっかり金の玉がしっかりありますよ。おすごいね。おー、詳しいことはまた後で紹介します。面白いな、これなかなか。これ次長いな。あ、ちゃう、38秒か。お、これも横やね。だほら、ここも氷炭池。いや、俺が勝手に名前つけたんやけど、なかなかやっぱりおしゃれだね。もちろん、この上にはスラッジタワーは見えないね。これもすぐ高さの太陽が上がりますよ。ほら、素晴らしいね。これは関係あるんですよ。なかなかこれ、しょうが横やからアウトや。これアウト、パス。これもう一回あるからな。心配せず、まだあるから、もう一回スタート。はーい、まず、すげー、おしゃれ。おー、鳩が飛んでいる。これがスラッジセンターの全体像です。おー、鳩が飛んでます。おー、鳩が飛んでいる。かっこいいね。なかなかみんな、ここはあれ、さっきほら裏目見たでしょ。裏目見てへんかったかな。裏目見たよね。あ、見てへんかったかな。これ、裏目。そしてここに小川が流れています。あ、すごい綺麗ね。小川の水はすごい綺麗。なぜでしょう。それがヒントなんです。スラッジ、はい、英語で調べてみましょう。はい、なかなか出ます。めっちゃおしゃれですね。その上には塔がちょっと見えますね。スラッジ塔が見えますね。オーストリア。でもね、なんと設計料が6600万。このね、走行員こっちは別かもしれへんねんけど、向こうかな、まあ、6700億。これも入れてるのかな。でもすごいね、6900。大阪市民からこの道民、あのね、金の玉買っていっぱいあるんですよ。見るかな。金の玉大小は揃えちゃうんだけど、これだけでもすげえ高い。大阪市民、おお、俺も大阪市民や。こうするとね、でもこれ大阪にいながらね、ほら綺麗でしょ。こんなとこ来たの初めて。見てこれ、かっこいいね、あの空に。ほとんどね、大阪の市民でもこっちはね、あんまり知らんからね。これちょっとね、話題になるよ。これまた後でね、講義の時にね、あの静止画像でね、あの向こうのゴミ処理センターのとこっちのスラッジタワーね、ほとんどみんなこっち来てないから、ここはちょっとね、なんか充電的な話だよ。おお、ジャンプみたいでね、なかなかおしゃれですよね。だからみんなが知ってるのが面白くない。だからもうそうなんていうような発想、このね、もう俺も今日初めて知ってんけどね。あ、塔は2つあるの知ってたけど、大概みんな塔はあの、何やったかな、ゴミ処理センターしか知らんけどね。ほら、おしゃれやろ、氷炭が何ですか。あ、こんなんやったら何やろ、もう25分ずつ来るわ。
もうあとじゃもうあと、もう分かった、もうこれもあるけど、よしこれも中見てくれ、見るかな、おーよーよー、中身、はい、もうやめ、ここしか見せない、はい、これも今回中身をどうこういうのいっぱいあるから、あれ元なんだよって戻せるの、こうかだってめちゃめちゃあるからさ、もう説明したら間に合えへんからさ、でこれあ、違う、もうあった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 、はい、パンパカパンは分かった、あれごめんな、初めての試みやからさ、取り方も分かれんな、こう、これこうか、お、これな窓やねんけどな、ほら、おしゃれと思えんか、で俺が映ってんねん、でここで俺が自分でパシッと、自分でパシッと写真撮ってね、わかる、ここに映ってるやつ、これ別やで、これはこれ、これやけどさ、窓も見なくなったね、なんか遊び心いっぱいあるだろう、どこめっちゃ楽しいなみたいな、で次どれや、あ、でな、電源話が飛ぶけどさ、ちょうど今な、ここが境、俺お家、俺の家この辺やな、大和川があって、で、ここ、ここが舞島で、ここが先島、あ、ここが、あの、ここが夢島、これが舞島、ここが先島だね、これ全部人工、あの人工とやね、埋め立てやったところやね、でな、あのなんでこんなの建てたかって言ったらさ、あのオリンピックを誘致しようとしたわけや、まあ、2001年に落ちねえけどな、あの北京に決まんねえけど2008年にな、その時に大阪が立候補してみたいな、ほんでその時に計画して、それと大阪市政100周年、大阪市って要するに日本全国であの明治維新1868年に明治元年やろ、この時に大阪府ってできんねん、府やねん、市ができんのはこれ1868年やから1889年、20年で何々市になんねん、全部1889年に、それから100周年したら1989年やろ、その時に100周年も記念してみたいな、何かでこう埋め立てしながらどうこう で次はオリンピックに立候補して落選して北京に決まってみたいな、で何をしようかなみたいな、じゃあエベッサさんが手挙げたりオリックスが手挙げたりみたいな、わかるかな、でなんでこっから夕日、朝日はこうやからな、当然な、だからこっから見える景色、ケンタロウがこの裏な、ケンタロウでちょうどこの辺に姫路がおるな、姫路で、ここにドローンがおるな、あ姫路はここだ、ごめん、もう一回な、こうケンタロウでドローンで姫路ちゃん、ほんでこれこの先に陽子ちゃんとカズちゃんがおって、もっとずーっと先に大がおるみたいな感じや、でこの下にはヒーローがおるみたいな、ヒーローがおる、これ今淡路島やからな、これちょっと地理の勉強するのもええやろみたいな、俺が西の都を上越しに行ってんだ、ここから考えたらえすぐ近くいう感じ、こう渡るよりもほらピッピーやんか、海やったらすごい近いなと思ってな、面白いなと思って大阪みたいな、大阪こう阿部野にはかよちゃんが住んどって、あの羽曳野にはひなたちゃん、ちえちゃんが住んでるみたいな、全体も見えるから楽しいやろみたいな、でわしゃこんなあたった時間パーンで前はで、これな
舞島、夢島、で、先島ってあるんだけどな。で、ここ。ここが舞島。で、夢島があって、みたいな。で、夢島言ったら、こんなのカジノ計画あれやんか。ところが今、菅さん、神奈川県やんか。その、で、神奈川の市長が落ちたわけや。ということは、菅藩の反対派が入って、みたいな。で、このカジノ計画がやめたって手を下ろしたんやんか。だから、今すやから、大阪と和歌山と長崎かな。で、大阪をバックしてくれてるのがアメリカや。で、和歌山をバックアップしてくれてるのがカナダで、長崎をバックアップしてるのがオーストリアやね、確か。わかるかな。ただ今カジノもな、こう賛否両論あって、今こんだけこうオミクロンが来てどうこうなってたらみたいな、まあ盛り上がれへんけど、2025年にはまた大阪万博あるんやからな。前は1970年やから。で、大阪の歴史もちょっとやろうっていうのはな、1970年。だから今もパラッと、今大阪のことやねんから、今これ今この言ったとこやけど、まず大阪って言ったらさ、あ、まず大阪ってなんでついたかやん。ごめんか、本当はこの辺はな、大阪っていうのはな、小坂って言うてん。大阪に小坂っていう地名があるんだけど、小さい坂と書いて小坂っていうのが大阪の地名やって。ところがさ、蓮如ってね、浄土真宗、浄土真宗本願寺さん、その蓮如がな、待て待て、その小坂よりも大きな坂の例で言うて大阪とつけてん。でもその時にそれがめちゃめちゃ入れへんかってんけど、豊臣秀吉が本能寺の変の後に、1583年に大阪城できてん。その時に大阪城っていうのは、その蓮如の後に蓮如っていうのはね、蓮如、あ、覚えてるかな、織田信長と本願寺が戦うの、1570年から1580年、約11年間戦うねん。だから坊さんはなかなか強いねんで、みたいな。11年間戦って、ほんで1580年に和睦しようってこうなるわけや。ほんなら織田信長は大木町天皇、大木町天皇に仲介頼んだら、この蓮如は分かった言うて、で3番目の息子の淳如っていうのがね、三男。ほんで和歌山の方へ行くわってなんねんけど、次男、あ、ちゃう、長男の京如っていうのがね、京如が、いやいや、そうなの、絶対行くかい言うて、もうやめるまま秀吉死んじゃってん。その後に今度は徳川家康くんね、みんな考えてて、じゃあ徳川家康は、お兄ちゃんかわいそうやな、お父ちゃんと三男坊も若いもいてもてさ、そんな喧嘩したままか、よし、じゃあおいちゃんが土地をあげよう言うて土地をあげんね。それが東本願寺やね。わかるかな。だからお父ちゃんと淳如、お父ちゃん当然その引き継ぎを淳如に渡すんやけど、三男坊にな。それは西本願寺やね。だから西本願寺と東本願寺は目線が悪いね。これ官僚から聞いたんやけど、新潮、西本願寺の押してもって東本願寺の見したら押してくれへんし、東本願寺の押したって西本願寺も出たら押してくれへんかったみたいだけどな。なんか面白いよな、なんか漫画みたいみたいな感じやわ。で、まあ大阪の歴史、それがあって、じゃあ大阪の坂あるやんか。あれよな、明治政府、今度は1868年、明治元年の時にな、大阪の時にな、ちょっと待てよと、明治政府はな、みんな考えて、ちょっと待って、この大阪の土は、な、土に翻す、あ、土ってあの土やでしょ、ほら、武士の死やろ。武士が反旗を翻すかもしれへん、みたいな、ちょっと、土地編をやめて小里編にしよう言うて小里編になって、だから大阪やね。
分かるかな、面白いやろ。ちょっと覚えといたら、あとはちょっと自分で調べてみ。あとさ、大阪って言ったらさ、まずな、聖徳太子が水戸天皇の摂政になるやんか。五組って言うたやろ、何ね、何組五組みたいな。それが593年その時に、あの四天王寺を建立すんねん。建立し始めるって言ったらいいな。当時聖徳太子19歳や。その当時聖徳太子とか言えへんやな、梅江戸の王子じゃないけど19歳や。なんで可能になったか言うたら、あの千枚王子が言うてんや、旗の川勝、これすごい力持っとったやんか、これが全面的にバックアップしたみたいな。それで四天王寺とかいろんな職人がどうこう、旗の川勝が全部提案してくれた。旗の川勝がおるから広隆寺、京都の広隆寺、弥勒菩薩国宝第一号な、頭金玉みたいについたのが中宮寺で、平たい方が広隆寺。これ間違うねん、弥勒菩薩が中宮寺奈良にあるやつ、あれ金玉頭を2つけて、まあ、玉が2つついたね。で広隆寺は平坦や。まあええわ。ほんでその後640年一子の変が起こって大化の改新、この時に光徳天皇がどうするかって言ったら、都を何は大阪何も京に移すね、何はの都。そして初めて大化って使うね。俺ら今ほら平成とか明治とか昭和とか、あれを作ったんが光徳天皇やね。言うてんか、光徳天皇がみたいな、自分の息子が空の色から殺してるみたいな、無罪方面みたいな、それんなわけないやんか、で自分が退位して、ね、そんな自分がその若い時に退位するってないねんもん、初めてやけど。それでみんな嫌がって光徳天皇が後継いだわけや。んで都を何を列してんか、飛鳥からで、いろんなことやっ て、ね、この光徳天皇のお嫁さんが橋板の皇女って言って、あの実際の、あの中大兄の王子の妹やからな。でこの子うまい子なんかできててみたいな。でこう結構頑張ってて、何は聞いたら面白いから、こう第一皇子と第二皇子じゃねえけどな。でそれでみたいな、完成した、何は聞いた完成した、それが653年に完成すんねん。あ、652年に完成してさ、翌年に中野王子がさ、お兄ちゃんちょっともう俺あの銭湯しようやみたいな、明日から帰ろうや言うたら、いやいや言うたら、ほんなら、あの自分のお姉ちゃんな、光徳天皇ということは中野王子のお母ちゃんやな、もう全部明日から帰っちゃうの。かわいそうなことに橋人の工場、嫁さんも一緒に帰っちゃうね、みたいな。そして光徳天皇はその翌年654年に死んじゃったみたいな、かわいそうやなみたいな。そしてあと600年やから、あと次天智天皇の後だから、光玉、光玉斎明、ちゃんとやった、光玉光徳天、光玉光徳斎明長宗じゃな、斎明天智、天智って中野親父で、公文みたいなの息子や、息子にするか弟にするかみたいな、な、これ明治代になってからやからな。で天武天皇になった時に683年にまた副都としてな、飛鳥がメインやねんけど、副都市、副の都として置くわけや。あ、その時飛鳥ちゃうわ、あの、まあまあまあそれは、で副都市として置くんやけど、その3年のうちかな、燃えちゃうの、全焼してしまうの。その全焼した、それが正月に全焼してんか、その多分10月に天武天皇は亡くなっちゃうの。だから何話の宮はそのままになっちゃう。これを第一期工事というね、第一期何の宮の宮、第二期っていうのは、これは聖武天皇が、反殿、あの
サンズ一心の何さ、婚礼永遠したいよなしさにやんねんけど、お前よといけへんから言うて、その2年のうちかな、ちょっと都を変えてみようかな言うて、何は今日やんねんけど、すぐやめて次国境行って、また何は何はの京行って、今度信楽の宮行って、でまたこの平城京に戻んねんけどな。まあまあまあちょっとややこしいんだけど、大阪の歴史やからさ。あと何やろう、あとはさ、あの楠木正成が1332年にあの鎌倉幕府と戦う。なんでやったら、あの後醍醐天皇の、あやっぱり天皇はすごいと思って味方するからさ、もう後醍醐天皇はもうちょっとな、まあ前はそれに味方してさ、だからもうすごいな、あの部下の鏡やみたいなのが楠木正成がみたいな。それもあの聞いたことないんか、支配赤坂村みたいな、そこへ大阪府やからなみたいなのがあってみたいな。あかん、こんなんしてたらちょっとあかんわ、いいかも、一応まあまあええかみたいな、まあまあ適当にあかん、こんなしゃべったらこれもあっ、ええのみたいな内緒やで、絶対大丈夫大丈夫、絶対内緒やで、内緒やで、その世間に俺ラジオ体操、こう大自然の中でそのラジオ体操な。あとセレッソ、セレッソの本拠地は意見があったけど、一応バスが買いに取ったから、そのセレッソな。でそれからこれを見せなかんな、これここな、北港ってあの大きな観光バスがあんねんけどな、俺あの JTB 来た時にあの送り迎えは北港のバス使っとったからさ、そこのあバスはハイヤーな。ほらこれ見て、もう大阪丸出しやろ、北港の観光バスかなんかちゃうかな、これ駐車場ここも入ったかねえと、こっちに取ってパシャッと取ってきて、これほら後ろに後ろに人があるやろ、はい、で、あとね、あ、これはちょっと言うとかな、もう入らないか、まずな、大阪市ってな、人口どれぐらいおるか人か、275万やね、ここから50引いて、225平方キロメートルで、ね、大阪は225、どっちでもいいや、225に50足して275でもいいしな、人口、これやね、275万、これ去年やからな、それから50を引いたら225、これは治れへん、あの減れへんから覚えとったよ絶対、これは適当に変化するから。で俺がちょっとびっくりしたんがさ、大阪の人口ってなった時に大阪市っていうか大阪府っていうかやね、大阪市やったらまあ300万前後やらって覚えとったよ俺、大阪府は500、600万かな、当時500、600万、いや、俺、多分そんなもん思ったけど、なんと880万もね。大阪市275の800、しかも、いろんな市あるやんか。これが33ね。堺市とか、非常な宛市とか、高槻市とかあるやんか。あれが33万ね。33。その中で一番でかいのが東大阪市が一番でかいね、大きさで言うたら、あーちゃんの、あの大きさちゃん人口で言うたら50万人よね、だから住みの絵って言うたら12万な。で平野区ってあれやん、平野区が大体20万弱、19万7千ぐらいだ、人口は平野区が一番多いし住みの絵区2番やからな。でも今度広さ、大阪市の中で23区ね、東京24区か、大阪23ある中で一番広いのはどこか、なんと大阪市最大の面積住之江区 20.6 やね、かっこいい、大阪市の中で面積が住之江区一番でかいね、なんでも一番はええね、人口は2番や、12万3千で19万7千負けたけど、ところが東大阪市は
これ10万万人やないけど50万あるからな。でもいろんな他の市って目立てへんやろ。河内長野市とか泉市とかいろんなあんねんで、あんねんけれどもなんか大阪市がすごい目立ってるなみたいな。で面積で言うたら225やけど、こっち側は多分1900ぐらいねん。1900あるからな。220やから何倍や、5倍、 4点何倍やねんで、大阪市やけどその全体の4分の1今日ぐらいが大阪市やからな。俺ちょっと、おいそうなんやと自分でちょっと感動してん。275万の880万人。東京何倍あるかって倍ちゃうからな。倍もいけへんから。1400ぐらいやねん。1400万ぐらい。東京は知ってんねやんか。1400万。大阪880万。わかるかな？これ去年のやからな。ちょっと覚えといたやわ。で、ほら、イチョウ、梅、桜草、これやったやろ。これちょっと覚えとこうな。大阪で一番人数多い区は平野区。2番目、スミレー区。面積一番多いのはスミレー区。みたいな。で、一番人口住んでんのは、みたいな、東大阪が50万住んでたみたいな。で、大阪府の面積は1900。日露戦争の翌年と比べて、日露戦1904年やから1905と覚えといてね。ポーツマス条約かな、1905年みたいな。小村寿太郎が調印するやつや。なで、こう225、で50を足したら275が人口。50引いたら平米。これ変わらへんからな。覚えとこう。これちょっと絶対今回覚えててほしいとこや。これもう全然いろんな行かれへんやんか。わおわおわお。さっき言ったやつがテクノポートやつや。あ、で、これ覚えとこう。な。オーストリアの設計士の誰か、ちょっと覚えたらかっこいいかな。ふんでる、うんこ出る、うんこ出るとバッサーと言った。うんこ、ふんでるとバッサー。ふんでるとバッサー。でもね、かわいそうやねん、このフンデルトバッサーはん。2000年に死んじゃってん。1998年に設計して2000年に死んだら、最終的にできるのは2000、第1回、第2回、第3回、第3回、2010年ぐらいからな。ということは、このバッサーさん、感染見てへんねん。かわいそうやろ。ナンバー8000、どうし、6600円もでも。おいしら、フンデルト、ちょっとちょうね、バッサー。ふんようさねた、ふんでるとバッサー。ふんでるとバッサー。ふん、うんこ出ると、うん、ふんでるとバッサー。ええねんね、これ、別にこれ誰も知らんけどさ、覚えといたらちょっとかっこいいやんか。あれはな、オーストリアのな、ふんでるとバッサー、みたいな。それどうでもいいけどね。その中にはほら、これでやったな、アリーナ、バスケット、これどこやったみたいな。エベッサーやな。エベッサー。で、ベースボールの、この、これ、この時は何式やけど、この後、だから、オリックスだけどこれ2軍やと思う、2軍の本拠地だと思うんだけどな。でホッケー、あとセレッソ、オリックス、エレッサみたいなバスケットでこれちょっとやったんですやろ。で2つのと1個は前スマゴミ処理場、もう1個は前スマスレジセンター。俺はだからスラジタワーってつけたけどな、こっちつけようないねんもん、何枚ないねんから。こっちは誰でもして前スマゴミやろ、こっち側は下水汚泥処理センターだから、もう下水処理、下水処理場でええわ。これだって2種類やねんけど、まあ休んないわ。もう中身のどこかまで行ってええねん。とりあえず、燃やす方と水の方、下水の方と思ってね。ゴミ燃焼、な、ゴミの処理場と下水処理場と思ってたやねん。それだけでええわ。な。あとこれかって俺一般公募やからな。あ、俺1889年言うたやろ。あと、人口。あ、この穴くんじゃなくて、あれもコロナ、この花区やからな。ユニバーサルもこの花区やから。あ、でもな、この、舞島人口どうやって住んでるかしてる？何年か前はゼロやからな。ゼロ。誰も住んでへんねん。おもろいやろ。なんでか言ったら、舞島の半分は工業地域。あ、そうやそうや。去年の11月ぐらいにさ、火事になった覚えてるが、そう、ここや。舞島。すごいで、この横も全部火事。19歳の若者や。わおみたいな。これ、日立の倉庫やけどさ、薬とかがどうか売れて、もうすごいやん、話題になってたやんか。すごい。これ横も全部燃えたねで、もうええけどさ、みたいな。で、これね、ああ、これはな、太陽を背にして、
これを太陽先生撮ってね、これちょっとかっこいいな、自分のかっこいい撮り方やなみたいな、な、わかるかな、これだけみたいな、これを自然を太陽あのライトに対して使って撮ってる撮影、まあ、テクニックなんだけどさ、これがな、また使えるけど見て、ほらキリンさんがおんねん、あのよっちゃんがあのメイドのとこ行くときに、あらキリンさんがおるわ、痛い、お、ほんまだよとってごまかして、こうよっちゃんの気を引いたところへ、これ、ね、あかん、もう全然間に合えへん、もう終わりや、時間、うわ貸し切りやった、ほんま誰も座ったほんてんわ、ポッ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 、あ、綺麗な夕日、あこれもええな、これさっきのもまたちゃうやつで、あらららあ、え、これこれ、おーい、ウェイク、ちゃんと、でもここからパッとやったらどうやっていいか分からへん、これキャンプファイヤーでな、はい、もうちょっともう最後だけペペでやるわ、まだやろ、ほらこの灯台見たら嘘の灯台やで、でもこれなんか灯台の風景にこうありやんか、撮り方一つで次またいろいろ使えるように撮ってんね、これなんかええな、すべきだやで、これなんかおおかっこええなみたいな、あかん、もう一応もうパッパッと一回だけで言うとこはな、もう全然足らんわ、はい、これエレッサバスケットな、でこれはで名前ダサいやろ、大阪シティ信用金庫スタジアム、これちょっと名前な、せっかくこれかっこいいのにな、なんかどんくさいなみたいなこと言いたって、なんでこれでこれやバッファローズキャッチャーだ、キャッチャーがピッチャーがエヴァ言われて、ピッチャーあのバッターがエヴァ言って、あの一本足だほうがバカねんけど、まあエヴァみたいな、とりあえずあのオリックスのとこや、はい、キリンさんがいますよみたいな、で桂太郎よってシーッとして、いや大変あふれ海外な、いろんなこう一緒に遊んでくれんねん、こんなしてな、でこう、あこういうのこういうの好きな、ちょっと青をちょっと強めにして、これまた使えるなみたいな、アフリカの空ってこんなやったな、よっしゃ今日はここまでちょっと走ってバタバタしてごめんな、なんか調子のとったらついつい自分のペースでやってしまうと、今日はな、大阪ベイブルース、大阪ベイ、大阪湾のことやからな、はい、今日はここまで、気をつけ、ありがとう、バイバイ。